と、今鎌倉方面に向かって進んでるとこですね。ちょ途中で曲がりたいんだけど、ちょっと曲がるところが分かりにくいので、ゆっくり行きたいと思います。あれか、これ曲がんの、これ曲がんの、ここは初めて通るなぁ。めっちゃ住宅街だけど、箱根の旧道の入り口とかこんな感じだよね多分。トラック来た。ちゃちゃガチャガチャガチャチャチャ、わざーす。おーすげえ、ここいいな、風情がある、狭い道がこれこそ鎌倉って感じじゃない？鎌倉の裏側って感じだよね。選んで正解だったこの道。そうそうそう、これね、人の手が入ってないのがいいんだよね。自然を生かした感じが、そこです。おお、なんか田んぼ、田んぼが出てきた。でもね、路地裏にはこういう楽しみが待ってるよ。そこがいいんだよな。ここがカーブか。山道だな。すごいね、竹やぶが。二車線あってありがたい。うわ、すげえカーブだ。すげえな、この道。おい。もう先が見えないね。ゼニアライ弁天。へえ。こっちから行けんの。一般車両通過止めじゃん。ゼニアライ弁天もね、久々に行ってみたいんだけど、なかなか行く機会がないんだよね。ちょっと入り組んじゃってね。駐車場は無料なんだけど。開けた。どれ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 よ、これ普通に曲がっちゃっていいの？わかんない。 S字坂、おお、すごい下るね。そこの景色、晴れた感じが好きなのよね。全然混んでないな、こっちの道は。やっぱり使うのは、住んでる人しか使わないよな、こんな道。ここおしゃどうぞ。坂の名前がついてる。日当たり坂って日当たってねえし。おいしょ。曲がるんきゃい、曲がるんきゃい。お前またいでんぞ、どこ走っとんやお前。面白いやっちゃなぁ。